うるさい。ウリ科野菜の大敵ウリハムシの対策についてご紹介します。ウリ科野菜の厄介な外敵ウリハムシは葉っぱを食害したり雄花雌花を食べてしまうことがあります。ウリハムシの被害のピークは7月8月になります。今から予防対策しないと大変なことになりますよ。ウリハムシは産卵をすると幼虫がウリ科野菜の根も、ね、食べてしまいます。しっかり、対策していきましょう。対策の1つ目、交尾しているウリハムシはしっかりと捕殺しましょう。株元に産卵されてしまうと根を食害されてキュウリの成長が、ね、悪くなります。交尾をしているウリハムシを見つけたら確実に、ね、捕殺していきましょう。ここにカップルのウリハムシがいます。残念ですけども、ね、捕殺していきましょう。2つ目、朝晩に野菜をチェックしましょう。ウリハムシは朝と、ね、夕方が動きが鈍いのでそのタイミングを狙って捕殺していきましょう。夏に葉がボロボロにされないように今から対策していきましょう。またね。